ケレンダンカンのエクトプラズムエクトプラズムとは、シャルル・ロベール・リシェが1893年に、ギリシア語のエクトと、プラザムを組み合わせて作り出した造語。この造語は、心霊主義で用いられるようになり、霊能者などが、霊の姿を物質化、視覚化させたりする際に関与するとされる、半物質、または、ある種のエネルギー状態のものを指して用いられる、サイコプラズム、アイドロン、 有物質とも呼ばれる。第二次世界大戦以降、エクトプラズム現象の報告は減り続け、自然科学者は今日までに報告されている事例の中に、本当のエクトプラズム現象が含まれるか疑問を呈しているとされる。ここで使用されている、半物質という言葉は、現実の物質と、霊的存在の構成要素の中間というニュアンスに、近く、自然科学の用語とは関係ない。また エネルギーも科学的には解明されていない未知のものとされている自然科学におけるエネルギーはジュールやカロリーなどの単位を持ち明確に測定可能であるのと対照的にスピリチュアリティで頻繁に語られるエネルギーは活力に近く自然科学の単位で定量できない場合が多いこれらを混同しないように注意が必要である死を迎えたものの肉体から霊体あるいは 霊魂が抜けた以降には、その死者はこの世に干渉したり、物質に作用を及ぼしたりすることが不可能となる。そのため、そこに合わせた霊媒体質の少者のエクトプラズムを利用し、霊体を視覚化するなど物質化現象の媒体とする。また、不要現象やポルターガイスト現象のように物体を手を触れずに動かしたり、ラップ現象として誰もいないところから音を鳴らしたり、するなど、 物理的霊現象を起こす媒体となると言われる。エクトプラズムが体外に出る場合、通常は煙のように気薄で霊能力がないと見えない場合が多いとされている。高密度で視覚化する際には白く発光する半透明のペースト状の半物質で紐状や布状など様々な形態をとる。霊能者の身体、特に口や鼻から出て、それをそこにいる霊が利用し物質化したり、 様々な現象を起こす。リシェによれば、エクトプラズムは唾液に似た成分で、白血球、上皮細胞が含まれるといい、シュレイ,イコールノッチングはエクトプラズムから食塩とリン酸カルシウムを検出したという。エクトプラズムは万人が有しているが、一部の霊能力を有したものだけが、体外に出すことが可能ともされている。霊能力を持つ者の,のうち、 意識的にエクトプラズムを体外に出すことが可能なケースでは、その放出の最中に強い光を当てたり、許可なく手を触れたりすると、エクトプラズムを出している本人の肉体に強烈なダメージを与えるともされている。そのために、かつての心霊実験中には、会場を暗い状態に保ってきたという理由づけがなされてきて、怪奇的な立場のものに対し、トリックや記述など、 さらなる疑いを持たせる結果ともなっている。ただし、ヘレン・ダンカーンのように実際に死亡したケースもある。写真機がまだ高性能ではない時代、また、現像技術がまだ安定的でない時代においては、不可思議な写真を心霊写真として扱い、特に煙のような魂と見えるものが、エクトプラズムとして多数残されているが、そのほとんどはフェイクである。日本では、 強文社の書籍などで紹介されたことで、エクトプラズムが一般に認知されるに至った。しかし携帯で撮影できるほど手軽で高機能な写真ができる時代においてはそういう煙と見えるような不可思議な映り込みがなくなり、エクトプラズムという言葉が心霊写真とセットで語られることは少なくなっている。デボラ・ブラム、鈴木恵役、幽霊を捕まえようとした科学者たち、 文芸春秋社 2007P262ABCDFG e ファニアや超常現象大辞典永久保存版成功処方 2001P64Google Books 版2017年9月27日閲覧ヤンダークブロムエディクショナリーオブハルシネーションズ、P168 ありがとうございます